3528番愛知支部笠野幸恵です、好きな色はショッキングピンク、なんとなく明るくなるから好きです。で最近嬉しかったことは うちの息子が就職決まってすごく嬉しかったです。あと自分のレーススタイルは握って回るのが好きなんですけど、なかなかスタートで先手を取れなくて思うようにレースできてません。なので今節はちゃんとスタートも行って握って回れるレースがしたいです。頑張ります。4088長崎支部小田翔子です。好きな色は青です。理由は海が好きだし身につけていると落ち着くからです。最近嬉しかったことは娘の成長です。自身レーススタイルはスタートが早いわけでもないので、頑張って少しでも着を上げることです。今節の意気込みは頑張れたらかなりの大穴になると思うんで、一節間の間に一回も出せるように一生懸命頑張ります。登録番号4473福井支部の東郷理香です。好きな色は青色で、理由は少し冷静になれる気がするからです。最近嬉しかった出来事は実家に帰った時にちょうど兄弟の全員集合できて楽しい時間を過ごせたことです。私のレーススタイルを一言で言うと、まだまだ全然なんですけど、どっちかというと握ってまくりで攻めるタイプだと思うので、そこをもっとできるように頑張っていきたいと思います。今節の意気込みは前節の一般戦も混合戦で優勝戦乗れたので少し自信がついてます。今節も優勝戦に乗りたいと思います。応援よろしくお願いします。4482岡山支部森谷美穂です。好きな色は黄色やピンクとか水色とか淡い色が好きです。ガホン赤する感じがしてなんかいいなって思います。最近嬉しかった出来事は、嬉しいというか同期の桜本あゆみちゃんの結婚式に行ってきてすごい幸せオーラをもらったので、はい、私も幸せになりました。私のレーススタイルはエンジンが出てないとなかなか技量が未熟で勝てないので、しっかりエンジンを出してレースに参加することが大事だと思っています。今節しっかりそいそし走りますので、レース場に来て応援してください。登録番号4726埼玉支部島田渚です。好きな色はスカイブルーです。今節の意気込みは I will best have fun、 最後まで諦めずに楽しみます。登録番号4746の埼玉支部の大豆宇田葵です。好きな色は青色なんですけど、もうそのまま名前の通りで青色が好きで、最近嬉しかったことは、10月の多摩川を走った時に優出できたことがここ最近で一番嬉しかったことで、私のレーススタイルは道中での抜きが結構多いと思って、そこを目標に申しています。今節も最後まで諦めないレースで上位着狙っていきたいと思っています。よろしくお願いします。登録4829広島支部塚脇奈美です。好きな色は水色です。最後まで諦めずに精一杯思い切ったレースをすることです。で、今節は追加なので思い切って船券に駆られるように頑張ります。応援よろしくお願いします。登録番号4870の新田由里と言います。広島支部です。よろしくお願いします。好きな色は
緑です、まあ、理由は、まあ、自分田舎で育ってきて、まあ、自然がいっぱいで緑いっぱい見てきたんで多分それで好きなのかなって思います。最近嬉しかったことは嬉しかったことはちょっとパッと思いつきません、すいません。で、まあ、自分のレーススタイルはちょっと今はもうかなり縮こまってるんで本当だったらスタートバシバシってに切っていきたいんですけど、ちょっと今は、まあ、それは自分のスタイルって感じではないのでそれを自分のスタイルにできていけたらなと思います。今節は、まあ、前回2で本当不甲斐ない結果だったのでその自分自身に勝つということで勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。